8N100ICT、 こちら JI1NJD です。どうぞ。の更新が入ってきたんで、ちょっとこう、こちらのシグナルレポートください。こちらからは59です。はい、こちら57で入っております。57、入っております。よろしくお願いします。はい、57ね。はい、こちら59、はい、非常にスタンダードの C510、バッテリー運用ですけど 145.68、でやってます。どうしても厳しいですか、ね、これが伸びてくれればいいんだけど、伸びの形硬いね。ここと平井との間っていうのが100年前に同時掃除は成功したっていう、まあ、それをまあ同じ場所から今回やるということなので、相手はもう来ますよ。だからまあ、だからそうで、その時にだからログの書き方の練習はね、とシグナルレポートと、あと自分のコールサインと名前をこれ書いてます。このマニュアルどうでしょうか。そのまま食べてください。どうぞ。こちらのレポートは59-59です。ヒーラーの飛行機の日ラジオの野原の平野です。こちら JI1NJD です。もともとこの茨城県ひたちなか市の平磯とこの大洗町の磯浜との間で、ちょうど今から100年前にこういう無線技術の研究をするための拠点というのが設けられたんですね。まあ、昔、まあ、日本のそういう、まあ、先輩たちが、まあ、築き上げた技術というものを、まあ、自分たちが受け継いで、まあ、さらに世界的な技術の発展というものを、まあ、今の若い世代にもどんどんやっていってほしいということを、まあ、願った実験をこちらでやったということですね。100年前の実験によっていろいろそこを中心に広がっていったみたいな感じがすごいですね。またさらに、まあ、無線のことを学びたいと思いました。こちらからも59ですと、はい、59です。